はい、リブルームのヒデです。今回取り上げるのはフライパンになります。こちら、ティファールの取り外しができる深型の26センチの、フライパンになるんですけど、まあ取っ手が取り外しできるフライパンといえばティファールなんですが、やはりですね、これ値段がかなり高いんですね。1年ぐらいで、まあ、ここのところが焦げ付きが出るようになってしまうんで、消耗品ではあるんですけど、同じものを買おうとすると5000円か6000円ぐらいかかります。で、やっぱりこう初めはですね、ティファールいいなっていう風な感じで、購入したとしても、だん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 この消耗品なんでもったいないなっていう風に思ってくると思うんです。で、もうちょっと安くて同じような商品っていっぱいあるし、で結局こういうコーティング系の、フライパンはどういう種類を買ったところで、やはり、半年から1年ぐらいで買い替えるっていうのは同じなんですね。だからティファールで5000円のものを買ったとしても、また1年後には買い替える羽目になるっていうことは間違いないと思います。で、我が家も例に漏れず、ティファールを買い替えようかなと思ったんですけど、類似商品でいっぱい、取っ手が取り外しできるような商品って結構あるんですね。で、調べたところ、ティファールと互換性があるようなものの他社製品っていうのが結構あります。で、今回、まあ、吟味して購入してみたのが、こちら、ですね、これはパールですね。パール金属の、ルクスパンっていうものですね。ダイヤモンドコートの IH 対応の深型タイプになります。で、こちらですね、サイズ感も、同じですし、このティファールと同じですし、まあ、互換性もあります。この取っ手ももちろん取り外しが可能です。で、こちらのフライパン の蓋、26センチの蓋もぴったり合うということで、こちらを購入してみました。価格帯はですね、ティファールが5000円から6000円するんですが、なんとこのパール、僕が購入した価格でいうと1600円ぐらいで購入できてしまいます。で、今はちょっと値上がりしているのもあって、 Amazon とかでは3000円ぐらい、2000円から3000円ぐらいの価格帯にはなってると思うんですけど、それにしても、ティファールよりも3分の1か2分の1ぐらいで購入できてしまうというお得さになります。検証サイトでは、こちらの商品は、ティファールに比べると少し持ちが悪いということなんですが、結果的にはですね、そんなに耐久性がそこまで違うかっていうと、そんなに違わないです。もちろんティファールの方がいいのはいいんですけど、だからといってすぐダメになるっていうようなもんでもないですね。で、持った感じは圧倒的にこっちの方が軽いと思います。ちょっとですね、測ってみると、ティファールが 867g に対して、パールの方がですね、670 ぐらいなんで、まあ、200g ほどこっちの方が軽いです。だから取り回しが、鍋を振ってて、まあ、IH なのであんまり振ることもないと思いますけど、まあ、持った感じ非常に軽くて、逆にですね、ティファールよりも扱いやすいのかなと思います。で、もう一つの特徴としては、この、底面ですね。
底面が広く平らな部分が多い感じがします。ティファールはちょっとこう底面がそんなに幅を取ってないんですけど、幅っていうか直径ですね。パールの方はしっかりと底面が、平らな部分がちょっと確保されてる。それをそういうことを考えるとですね、熱伝導率がもしかしたらパールの方がいいのかもしれないですね。はい、若干こっちの方が平らな部分が多いかなという感じがします。で、肝心のティファールとの取っ手と互換性があるかっていうところなんですけど、これもしっかりパール金属の方も取り付け可能になってます。ちょっとぐらつくかなと思ったんですけど、結局そのパールの、ティファールの方もちょっとぐらつきはあるんで、まあ全く問題ないぐらいのレベルですね。はい、しっかりと固定されてます。で、蓋、これはティファールの蓋なんですけど、このティファールの蓋もしっかりとガタつきなく、ぴったりとくっつきます。この辺がすごく嬉しいですね。なのでもう完全にこのパール金属のお鍋は、ティファールのこのシリーズを意識した大きさになってると言っていいと思います。まあ、この辺は企画ものなのか何なのかはちょっと分からないんですけど、まあ、ティファールをすでにこう持ってる人はですね、シリーズとして全て無駄にならず、サイズが、サイズ感が同じパールのお鍋を、フライパンですね、フライパンを買えば全てこと足りるのかなと思ってます。例えばこっちがですね1年ぐらいで、こっちがまあ10ヶ月とか、まあ、それよりも短い期間しか持たないとしても、値段がですねやっぱり3分の1ぐらいで済むことを考えると、パールのお鍋で十分かなと思いますね。でデザイン性もですねそんなに悪くないというか、全然変わんないかなと思います。はい、あとはまあ実際ですねこれ使ってみて耐久性とか、料理がのこびりつき感ですね、そういうのがティワールと遜色ないのであれば非常にお買い得ではないでしょうか。はい、今回購入したのはパールの26センチ深型、ルクスパンという商品でした。ティファールの お鍋、フライパンですね、買い替えにちょっと価格が値段が高いなと思っているような人は参考にしてみてください。